ジャイアンツの先発は菅野でした。1回の裏ツーアウトランナー3塁、ベイスターズチャンスを作ったんですが、オースティン空振りの三振。菅野がゼロで立ち上がります。そして一方のベイスターズの先発はケイでした。3回ツーアウトランナーなし、吉川尚輝をファーストゴロ、この日初めての三者凡退とします。両チーム無得点。4回に入ります。四死球でランナーをためてピンチを迎えたケイ、ただ小林をショートゴロに抑えて失点許しません、得点を許しませんでした。4回の裏ツーアウトランナーなしで牧は空振りの三振。まあ今日は菅野もいいピッチングを見せました。そして6回の裏試合が動きます。先頭の梶原浩輝、菅野の曲がるボールを捉えました。ライトのソロホームランで1対0ベイスターズが1点を先制します。そしてツーアウトランナーなしでオースティンのところ、ただここはさすが菅野というところ、菅野は結局6回で降板、6回1失点という内容でした。そして7回の裏ジャイアンツ2人目ケラー、ツーアウトランナー2塁1塁のチャンスで代打宮崎、ここはチャンスだったんですが宮崎ショートゴロに倒れて得点とはなりません。8回です。ワンアウトランナー1塁でベイスターズは山崎康明、岡本を見逃しの三振。そして続く坂本、フルカウント1塁ランナーがスタートを切っていました。この当たりで一気にホームに1塁ランナー生還、坂本の同点のタイムリーツーベース、1対1、8回にジャイアンツが追いつきます。そして9回の裏マウンドでは高梨、ツーアウトランナー1塁3塁、代打の海老名、サヨナラのチャンスだったんですが空振りの三振、サヨナラとはなりません。そして10回の裏です。マウンドでは大勢、ツーアウトから佐野はセンターフライ、10回も決着がつきません。そして11回の裏です。マウンド上には平来、そしてバッターボックスにはオースティン、初球でした。一振りで決めたタイラー・オースティン、横浜の夜空に打ち上げたどでかい一発、2対1ベイスターズがサヨナラ勝利を収めました。最後は一振りで仕留めたオースティンです。